オウム心理教オウム心理教事件、自動小銃密造事件警察に押収された、自動小銃自動小銃密造事件は、オウム心理教が起こした一連のオウム事件の一つ、教団での計画名は、横山正人のホーリーネーム、バジラバーディアから取られた、VV プロジェクト、AK-74 オウム AK と同じく、プラスチック部品を導入した AK-74。 M. オウム心理教はかねてから、信者に対して、いわゆるハルマゲドンの到来や、外国の軍隊などによる、毒ガス攻撃などの予言、説法で協計を行う一方、人類救済のためには、ジェノサイドによって、日本を征服することが不可欠であるとして、密かに武装化を計画した。オウムは、毒ガスの開発を行う一方、ソ連軍が採用した、自動小銃である a k 十四を日本で、 密造することを企てた。買った方が早いという話も出たが、秘密保持の観点からか、購入するのではなく自作することとなった。1993年2月、密造の参考用の見本のために、ロシアで AK-74 と 5.45mm 弾を購入し、村井秀夫らがこれを分解するなどして、設計の参考のためのビデオ録画、写真撮影を行うとともに、 帰国の際に工具箱などに分散隠匿して日本に持ち込んだ。1993年6月頃から教団幹部は山梨県南駒郡富沢町の富士製流由少女と呼ばれる教団施設内においてロシアに何度か渡航し作成した図面や見本、見学した施設等を参考に本格的な設計作業を進めるとともに岡村鉄工の取り事件で手に入れた。 大型工作機械などを用いて部品の製造方法の研究を行った。密造責任者の横山正人は何が目的なのか知らないで引き受けたという AK-74 は朝原の命名でナーディー弾薬はプラーナと呼ばれていた。1994年2月、朝原は AK-74 を船長を作れと命令し4月下旬頃から 上久石村の教団施設内に大型工作機械を多数設置して重機製造工場の整備を行い、1995年1月1日、試作品の小銃一丁を完成させた。この日は、読売新聞で上久石村のサリン山流物検出がスクープされた日でもあり、朝原は、新聞にはこのような記事が出るし、お前たちは小銃を持ってくるし、 今日は本当にすごい日だなと語った。教団はついに小銃の大量生産、銃弾の大量製造開始を決断したが、同年3月、教団施設に対し警察の強制捜査が実施されるという情報を入手したため、小銃の製造を断念し、図面などの焼却、小銃部品などの教団施設の鉄柱の中への陰徳、群馬県の草木ダムへの廃棄など、 組織的な証拠隠滅を図ろうとしたが失敗し、武器等製造法違反で警察に摘発された信者の実況から第2サティアンの鉄骨内に隠されていた小銃などが発見された。完成品が東京地方検察庁の地下に保管されている。最終的には船長の自動小銃と100万発の銃弾を製造し、日本の主要都市で同時多発的にサリンを散布し、 ハルマゲドンを弱気、その混乱に乗じて、首都圏中枢部で2.26事件のようなクーデターを起こし、オウム国家を建国するクワてであった。銃や弾は警察に回収されたが、銃器はその小型さと高い耐久性により、引徳が簡単で、職務質問や家宅捜索で偶然に発見でもされない限りは、摘発が限りなく困難なため、 摘発を免れたオウムの自動小銃が残っている。50丁のオウムの自動小銃を見たなどというデマや都市伝説が、インターネットや週刊誌、一橋分なりなどのジャーナリストの著書などで噂される原因になった。警察が、教団施設や草木ダムの固定から引き上げを収した試作品の外観は、銃が通常分解された状態を撮影した写真が、 時事通信社を通じて公開されている。全長93.5センチメートル、重さ3.6キログラム。機関部などの色は銀色。重心、マガジン、ストックの色は黒色。ストックは、プラスチック製。警視庁科学捜査研究所による、検証の結果、金属材料の不足、ノウハウ不足により、断層の作りが悪く球団不良になり、フルオート射撃ができない。 口径が 5.4mm で若干小さく、標準の 5.245X39mm 弾を使用するには削る必要がある。激震の形状の不備などの欠陥があった。特に、ライフリングには非常に苦労したようで試行錯誤を繰り返していた。朝原も1月1日に実銃を手にした際、軽すぎるので連射に耐えられないのではと製造した、信者らに指摘していた。二千年に、 法廷で、広瀬健一が持ってみたところ、すでに以前より、国ングレバーが動きにくくなっていた。しかし、オリジナルと同等の十分な殺傷能力があり、仮に強制捜査着手が遅れていた場合、日本の治安に大きな脅威を与えていたであろうことが確認された。毎日新聞社会部、裁かれる、オウムの野望 P102 毎日新聞社会部、オウム、 競祖法廷全記録 6P225、ハット AB 松本千津尾被告法廷証法を告げ、林郁夫被告後半、カナリア、ロック、リハタケニチ、オウム法廷、ハチピーナ、チュニ、サリン生産プラント事件不満と疑念募らせた、信者読売新聞1996年3月31日、東京キララ社編集部、オウム心理兄弟時典 P116、 ABCD 平成7号141殺人等平成16年2月27日東京地方裁判所テレビ史を揺るがせた100の重大ニュース TBS 二2015年有志の徒による防錆処置を施せば良い1 0作業そのものは n c 1 0を用いることで素人でも容易に製造可能であるが自動小銃の場合 各部品に合わせ異なる性質の金属を組み合わせる必要があり、また、重心の焼き入れには専門的設備が必要である毎日新聞社会部、オム、競祖法廷、ありがとうございます。